か、シズオは見てないか顔、バローナ。無理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 、あのやべえな、二人いるから。私将来のお嫁さんとか思ってそう。あ、マウントやば、シズオにもついに出ました。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはデュラララ10第16話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララ3期ですね、やっていこうと思います。起承転結の10の部分で、全体を通して16話、全体じゃないわ、デュララ2期全体を通して16話、3期目に当たる10の部分で言えば4話になっていくわけなので、ちょっと説明がめんどくさいんですけど、まあとりあえず、16話という感じで楽しんでいきましょうというわけですね。はい、まあ前回は赤林さんの話がありまして、赤林さんがめちゃめちゃかっこよかった。もうあんりちゃんのお母さんにさ、俺だってなるところとかさ、いやずるいよね。でもああいうさ、イケメンキャラクターにさ、山口勝平さん使っちゃダメだよ。犯罪です、犯罪です、反則すぎるって。なんかいきなりさ、なんかさ、このキャラ好きこのキャラ好きっていう流れの中からさ、ぶっちぎりのさキャラクターを出してくるじゃん、この作品。なんかいきなりなんか誰もの心を奪うキャラから出してきて、僕ももうテンションが上がってしまってるわけなんだけど、今回はシズオとバローナの回っぽいので、さあさあさあどうなっていくのか。なんか一緒に取り立てやってるっぽいんだよね。うん、どうなってしまうんでしょうね。バローナはどういう風な流れで取り立てをやることになったのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さーん、帝がまだ影を潜めている。さあ、まあ5話ぐらいまでは生理の時間かな。まあやっぱりショーの時もそんな感じだったもんね。本格的に動いたのはっていう、まあショーの時はショーの時でも結局のところ黒バイク騒動でいろいろとあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃあったけど。うぅ、さあ殺してしまったバローナ。人間な、紛れもなく人間なことがおかしい存在ではあるという、なんという悲しさ。シズオ、いいね、赤林さんも根っこ。ルリちゃん、カスカくんカップルはどうなるんだろうね。さあ、ここ、激ヤバカップル。激ヤバカップルっていうか、激ヤバ彼女と激ヤバ姉なんだけど。さあ、シンラ。いや、てかマジで、シンラ周りが聖域になるとは思わなかったな。なんやかんや黒幕にいるのをシンラでしょ、みたいなこと思ってた、最初は。さあ、ミカド。うん。連れてというか、あの、ああ、うん、割と大体合ってるな。死んだ以外は合ってる。うん、うん。こぶつき？どういうこと？わお！あ、その前にあなたが、あ、やばいやばいやばい、煽っちゃった。すごい。無理だね。無理だよ。できたらやってるよ、誰かしらが。あ、ねえ、ロシア寿司で働いてたよね、バローナ。周囲に形作るされる。
どういう意味なんだろう。うん。うん。マジで？サーメン。さあ、サイモン。さあ、制圧された。うん。ああ、ワックス界に持ってかれた。うん。服着たらず、あ、うん、オリジナルすぎる。働いてもらうのか。ああ電話の時か。うん。ああ。うん。人間の強度を知りたいみたいな感じか。うん。ああ。あれも人間、すげえな。冷静に考えたら。うん。まあ。戦闘機を、ああ。ああ、なるほどね。まあそうね、赤林さんに処されちゃったもんな。ああ、なるほど。そのために生きてたのにっていうところ？わお。格闘技？すごい使命感が。あーでも死んでほしくはないんだね。うん。折原伊勢屋のパチモン。いろいろと考えてるね。考えてるからこそ惑わされちゃってるって感じだね。そうね、殺し合いをする必要もない。あら、あ、ここで出会ったの。ここで出会ってたわけだ。うん、すごいはっきり言っちゃったね。かわいい。叩いてる。やばい。うわ、死角から。
すげえな、殺意高いな。うん、あ、ここの道場で。それやばいからやめて。習得難易度は高いと思うけど。うん。ああ、まあ大丈夫かな、この二人に任せれば。意外とマイリちゃん戦闘能力高いから。さて、お、トムさん、静雄、あ、そうか、静雄は見てないか、顔バローナフルフェイスだったもんね。うん、あ、そうかそうか、旅行中か。泣きそうな声。クマに襲われた？さて、でも知らないよね。すごいな。ビアチラバーチリン。うん。不明瞭。ビアチラバーチリンに。すごい。まあ片言だからむずいだろうね。静雄だろうね。うん。ああ、お。あ、で、バローナが？日本語すぐ覚えそうだから全然いけそうだよね。バローナ頭いいし。それで同行してたんだ。うん。あ、だ、日本語全然問題ねえわ。うん。はい、合ってますね、大体。まあ借金だからあれだけど、まあ似たようなもんでしょ。なんか考えてるな。うわ、いっぱい出てきた。あー、だひ人出してもダメだよ。あの、やばい、喧嘩売っちゃいけないから。あ、やっちゃうかも。やばい。さあ、強いぞ。ま、本職？やばいな。本職と池袋最強が組んだらやばいことになってしまうかもしれないけど。あー、そこで噂になってるわけだ。強すぎる。うん。静雄は何考えてんだろうな、この時。強えなっていう、そういう計りで見るタイプでもないよね、静雄って。うん、ちょっと強すぎるね。うん。あの、ガチで殺しを、少々。
そうかそうか、実戦はサイモンと訓練してたっけ。そうね。うん。うん。ただ出る幕がないな、バローナがいると。おろ、あー、わお、うん、そうなの？あー、さっきのポスト。あー、今の能力よりも姿勢を褒めるんだね。メッキだよ。うん。うん。へえ。あ、メッキって聞いたけど違うんだ。ああ。へえ。すごいね。何でも知ってるな。あら？あら？あら？あかねちゃん。すごいな。そういうことか。そういう噂になるんだ。あらあら。なあ、もう肥後大将には本当に優しい。うん、あら、ああ、イザヤがぶっ刺された。ああ、イザヤって言った瞬間に、あれした？うん。なんか、合図出してない？無理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 。あの、やべえのが二人いるから。クルリちゃんはともかく。あ、エゴール助けたもんだって。うん。なあ、嬉しそう。なんか、私将来のお嫁さんとか思ってそう、あかねちゃん。あ、やばいよ。出てきていいの？あの、全員本職にやばい、コロコロされちゃうよ。バローナに。さあ、あ、しっかりあの護身の武器持ってました。あ、やばい、やばい、かわいい、えげつない。うん、やばい、静を倒すのは私ですよ。うん、まあチンピラじゃやばいな。うん、うん、わお。
戦闘狂として。ああ。ああ、静雄に？壊したい。なんかでもまた歪んだ愛だな、これも多分。しず、え、逃げた。え、これ静岡帰ってきてんじゃない？うん、それはそう。うん。あら。あら、あかねちゃん。やばい。しずお、モテモテだ。もう、しずお、お兄ちゃんのお嫁さんになるのは私だから。ああ、すごい関係性になってる。なんやかんや、ラブが出てるな。あら、マウント。やばいことになってるな、これ。てか、いや、あなたスタンガン食らってピンピンしてるんだけど。ん？あ、やばい。あかねちゃんいたから。アークスカイだ。そう、ま、そりゃそうだよ。めちゃめちゃかっこいいよ。身長も高いし。あら。お？え？大丈夫かな？ああ、飲み物？あ、静岡自販機を正しく使う日が来るとは。うん。うわあ、そうだ。好きになっちゃう。まあそうね、どうなんだろう。うわぁ、てか好きになっちゃう。静岡かっこいい。やばい。取られちゃう、静岡が。バローナと、あかねちゃんに。あたしの静岡なのに。あら。あ、うん。違う、あ、うん、まあ、で、ギリギリ、ど、それはそう。まあ、静雄の女と言ったらどうなんだろうな。あかねちゃんは。まあ、でも、まあ、将来的に、まあ、10年後くらいかな。どうだろうね。やば。静雄にもついに出ました。愛を向けられる相手が。あなたに愛を教えるのは、みたいな感じになってますね。いや、でもまあ、まあ、今までできない方がおかしい。ていうか、まあ、多分、好きな人はいっぱいだと思う。ただやっぱり、近づきにくかっただろうからね。やばい。静雄モテ期いいな。静雄モテモテじゃん。やっぱ静雄はこうでなきゃ。今日は正しく自販機使ってたしな。いつも間違えた使い方してるから。静雄は自販機をドンキと思っている説はあったんだけど、やっぱり自販機はしっかり自販機と認識していてよかったよ、僕は。安心した。あー、この人が道場の人か。この二人が。いいね、でも。歪んだ愛を向けられつつあるよ、バローナと。あ、だからこうなるのか。でも完全に矢印だよね。認識してないだけで。もう確実に愛と呼ばれるものは、向けられてる感じがある。
いいな、でも、あかねちゃんも静雄のこと大好きなのいいね。まあ、でも、あんだけ助けてもらったらヒーローだよね。かっこいいお兄ちゃんだもんな。で、いい人だからね。本当に。切れたら凶悪なだけで。うん。わお。さあ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 、後期も動いてるし。アンリちゃん。そうだ、青葉くん。さあ、寝ても覚めても。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、やばいな。ああ、もう静雄氏の私としては、もうすごい嬉しい。なんかやっぱり静雄界は嬉しいなって思うんだけど、やばい、危機感覚えないと。危機感持った方がいい。うん。まずいって。まずいって。やばい、やばい、やばい。いや、もうさ、そこら辺のヒロインならさ、もう棒を見せればいいと思ってるからさ、もう静雄は私のだからね。みたいなの見せればいいけどさ、ちょっと、バローナと、バローナと、アカネちゃんは勝てない。棒でも勝てない。うん、だって言っていい。ヤクザの孫娘、権力が強い人と、本当に純粋に戦闘力が強い人だもん。うん。無理だね。うん、でも、あん中で、やっぱり、ね、静雄お兄ちゃんに手を出させないんだから、みたいな。ね、静雄私のものです。うん、お兄ちゃんに手出しちゃダメ、みたいな。あのやりとり聞いて一番汗かいたのトムさんだと思うわ。うん。そういう関係になってきちゃってる。俺の後輩すげえ仲良くて嬉しいけど、アバックス会だ。これだい、みたいな感じになってそう。大丈夫かなっていうところであるんですけど。いいよな。まさかの、まあ、静雄もさ、やっぱりさ、愛されて欲しいなって思ったりもするわけじゃん。この作品愛の物語で、もうみんなあちこちでカップルになってるから、静雄もなんかここだけじゃなくて、誰が、まあ、カップル相手になるのかなとかも思いながら見てたんだけど、バローナか。まさかバローナ、アカネちゃんルートか。ああ、いやー、まあでもな、かっこいいもんね。かっこいいし強いもんなっていうところではあるけど、それ以外の部分っていうところがまたいいよね。うん、圧倒的に強い。やっぱり言っちゃうとさ、静雄の中でもコンプレックスなわけじゃん。強すぎるっていうことは。うん。やっぱり感情が制御できなくて、やっぱりもうボッコボコにしたりとか、それこそ自販機ぶっ壊しちゃうとか、そういうのも含めて、やっぱりどっちかっていうと静雄のコンプレックスな部分だったけど、そのなんか、バローナとかは、やっぱりそのコンプレックスの部分を愛してる部分はあるよね。それこそ、やっぱり人間がどんなに努力しても、たどり着けない高みっていうものに、静雄はもう到達しているわけで、やっぱりちょっと勉強したりとか、なんかちょろっとやれば何でもできるような、やっぱりバローナにとっては、ああいう存在ってめちゃめちゃ輝いて見えるんだろうな。しかも自分が一番大事というか、重要視している、人生の中で重要なものと認識している戦闘においてめちゃくちゃ強いってわけだからね。ああ、それはテンション上がっちゃうわなっていうところでもあると思うんだけど。いやーでも面白いなー、この作品。やばいなー、また新しい可能性が見えてしまって。ああ、いいね。でもなんかやっぱり、あかねちゃんもめちゃめちゃなんやかんやっぱり、静雄お兄ちゃん好きなんだなっていうところがいいよね。なんかこのさ、一生懸命説明してるところがめちゃめちゃ可愛いよね。自分の中でこういう感情、ああいう感情いろいろあって、なんかこうだから、ああだからっていうことを一生懸命噛み砕いて説明しようとしてるところがいいし、それをさ、赤林さんがさ、なんか、そうだね、みたいな感じで聞いてあげてるのがいいよね。もうそういうところも赤林さん好きなんだよな。でもなんかやっぱりいろいろと整理がつかないわけだよね。なんか大切な人を殺しちゃう。いろんな人が自分に嘘をついてたから、やっぱり自分の気持ちも、なんかやっぱり誰発信でこの気持ちが生まれたのかがわからないから、ちょっとどれが本当なのかわかんないっていう感じになっちゃってるっていうのは、まあ、わからなくもないよね。あの立場でいろいろとやっぱり、ね、なんかいろいろと周りから距離を置かれたりだとか、自分の知らないところで、ね、自分が嘘をつかれていたポイントで、やっぱり結構不和が生まれてたりとかもしたわけだから、やっぱりなかなか難しいところではあるよね、あかねちゃんってね。いやーでもやっぱりなんかさ、あかねちゃんに対する静雄とかもめちゃめちゃいいよな。なんか優しいっていうかさ、もう本当にさ、静雄は暴の化身だよ。間違いなく暴の化身ではある。本当に暴力の化身ではあるんだけど、そこをさ、なんかあんまりなんか誇ってないとこがいいよね。でもバローナみたいな相手結構本当に相性いいんじゃない。で、静雄はさ、やっぱりさ、努力してできる。なんかいろいろと頑張って勉強してできるようになるというかさ、バローナの得意分野を褒めてるわけじゃん。いろいろとこう鍛え抜いて、洗練された技っていうのをかっこいい。鍛え抜くっていう、この姿勢がかっこいいんだよ。すげえんだよ。みたいなところを尊敬するんだよ。みたいな。で、バローナは間違いなくさ、いろいろと鍛え抜いてっていうところでもあるわけじゃん。やっぱり。なんかやっぱりサイモンからいろいろと教えてもらって、みたいなことはあるだろうけど、そんな中でもいろいろと勉強したりだとか、やっぱり戦闘の中から得てきた経験っていうものもあるだろうし、なんか相性いいよね。なんか静雄のやっぱり、何
求める部分、尊敬できる人ないし静かな人が多分好きだと思うんだけど、その二つを兼ね備えてるよね。バローナもやっぱりおしゃべりじゃないし静かだし、で挙句の果てにいろいろとやっぱり勉強もできるというか、なんかいろいろとやっぱり何修練に対してはかなりストイックな方だと思うから、なんかかなり静雄の求めてる部分とぴったり合ってるのかなっていう風に思うし、そのストイックになってもどうしても届かない才能を持ってる人は多分バローナは好きだろうから、静雄はぴったりだよね。うん、それでいてやっぱり静雄は本当に棒の化身じゃないから、本当に優しいお兄ちゃんだから、うん、すごいぴったりな人が出てきたな、こうなると。いや、いいなマジで。もう私じゃ勝てないわ、もう任せるあの二人に。うん、もうアワクス界追じ合うことになるのかどうなのか、まあそこだよね、そこの決戦が気になるよね。やっぱりアワクス茜バーサスバローナっていうその決戦が非常に気になるところでありますので、さあさあさあ、次回アンリちゃんのお話なのかなどうなのかなっていうところでいろいろ注目していこうと思います。以上デュラララ10第16話でした。バイバイ。面白いこの作品。